せ中谷です。降りしきる雨の中で瀬尾です。よっしゃはいよっしゃ、はい、さあ今回は麺屋一心という場所をご紹介や、うん、はい、というわけで佐野市栃木県まで行ってまいりました。栃木県、まずはこちらご覧ください。佐野駅からね、まあ徒歩だともう30分かかっちゃうんで、うん、もう駐車場があるんでもう駐車して行ってください。車でね、実は佐野ラーメンのお店なんだけど、そう二郎系もあるよということで、だいぶ写真でかいもんね。でかいですね。こちらの野菜ラーメンを全部マシマシでお出したらこんなもんだよ。よいしょい。で野菜ラーメンこれ並の全部マシマシです。食券じゃなくてオーダー制でね、机に座ってからオーダーしてください。ということで、まずは野菜からいっちゃいましょう。一番上から、ここが一番美味しいですよね。クタっぽいですけど。クタっぽいけど、うん、そう、はい、心温まる精神誠意のマシマシ量をやってくれたんですね。マシマシでしょこれこそ。で硬すぎずね。シャキ、うん。そう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 、ややシャキっていう感じ、ね、見た目よりも。色ついてるっぽかったから、確かに旬でる感じがしたけど、さっと茹でてあるらしいです。へー、そしてね、ちょっとこう早めの、ね、あのこしょう、早くない結構食ってるよ。結構食った。あの頂点の部分を削ってからね、こしょう出して。笑顔だな。笑顔だな。非乳化マイルド系なんでこしょうの強さが引き立つんですね。そしてやっと出てきました麺です。うん、ね。まあ、ご覧いただいたら分かるかとは思うんですけども、はい、佐野ラーメンってあの特徴的なあの青竹で打った平打ち麺なんだけど、こちらは違う佐野ラーメンの麺じゃないっていうのがちょっと残念なところではありますけども、はい、少し小麦のうまみを感じるお仕上がりとなっちょるんじゃいということでね、はい、どんどんいきますけども、これね、あまりに崩れそうな場合は、うん、小皿いただけるんで無理せずね。あ、もう良心的に最初から受け皿にスープ溜まってましたもんね。そうね、まあ、そうね。さあ、そしてこの豚だけど、もう9じゃん。いや、これ9じゃないですよ、 G です。 G なんだ。まさに G 系ということでね。なるほどね。9かと思いましたからね。G ね。どうやってこんなでかい巻き豚をね、これ作んの。これそう、確かにもう包丁食うよ。こう山梨で食べますけども栃木でね。まあ薄さはね、薄いけども厚さは薄いですけども、うん、肉自体が薄いんでこう油が多い、うん、野菜をこうかき込むとうまいですよ、はい。薄さの割に結構油のある豚です。ニンニクすごい。ニンニクも結構入ってるんですね。でやっぱりこう、もう野菜は終わり始めてるけども、後半に味変をしていきますと、まあ、あっさり系ニンニクなんで味変わりすぎないよというのも結構、うん、特徴なんで、佐野ラーメン自体にねこの少量ニンニクは非常に合うかもしれない。あんまりニンニク強烈だとね、佐野ラーメンってあっさりスープだから、返しもあります。ただもう返しだったのか醤油だったのか味見せずにいっちゃったけども、まあ、味変たくさんしてって、野菜量に比例してスープがね薄まっちゃうんで、うん、後半の返しは必須だぜ。はい。おーっとっとっと、もうごちそうさまでした。もうだ、いやー、もうね、まだ満足で隣に座ってたもんサラリーマンの人もシェーって言ってたから、シェー、いや、まさかシェー、いや、みたいな、シェー、もう正直ベルとしても89までいっちゃうよということで、ね、なるほど、なるほどなのかな。いや、あんまり、だから常連さんなのかな。うん、でもこんなん見たことないよみたいな、すげー客来たのみたいな。そう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 、シェーっつってた、シェーって言ってたから見たことないね、俺はそんな人。もうジェジジェですね。いや違うやつ、古いけどちょっと新しい。いや、シェーより新しいのめちゃめちゃ。この後、あの近く結構うろちょろドライブしたんだけども、あんまり佐野ラーメン屋さんだらけだな、本当に。うん、だからその中でも二郎系が食べるのはここだけということで、なるほど。皆さんも栃木行ったらぜひともね、佐野アウトレットパークプラスこちら行ってみてください。はい、アウトレットパークこっち、はい、はい。